どっかで見たことあるゲームじゃないですかね。ゆっくり実況、始まるよ。ってことでサミーさんのゲームが来ました。サミーでハードボイルド系といえばこれ一択。何がさ。ってことでマリサさんは相変わらずわけのわからないことを言っておりますが。全然わけわかるだろ。スロカスしかわかんないでしょうよ。そうでした。で今回のゲームはどんな感じなんですか？アーマズストーリーなんだけど。ほんと近年稀に見るレベルで全然ストーリーが入ってこないんよ。そうなの？でも雰囲気はなんとなくかっこいいじゃないの。まあそうなんすけど。瞬きを一切しないこのおっさん。このおっさんの名前はハート。危険な悪の組織を取り締まる命知らずの特捜刑事らしくて。で薬だ武器だ犯罪とかってのを、かっこよくフルボッコにしていこうって感じ。簡単すぎるでしょうよ。ってことでなんかメガテンポイ BGM とともに話が進んでおります。現在クリスさんって人から無線がありまして。立ち入り禁止区域に侵入者がいたから逮捕してください。まったく。どこのどいつか知らないが舐めた真似をしてくれるもんだぜ。さあ、ショータイムの始まりだ。なんて絶対言えない。なんなのよ。ってことで早速ゲームが始まりました。いきなりが近所の心を奪うカーチェイスステージなんだけど。めっちゃガシャガシャ音がでかい。確かに効果音がすごい。ってどう見ても道路にゴミ落ちすぎでね。確かにやけにゴミがたくさん落ちてますね。オラオラ悪い集め。どう見ても無差別攻撃じゃないの。私の目の前に現れたヤーツは全員フルボッコ。ってどうしてここに来たんだっけ？ああ侵入者が現れたって言うからこうやって銃をぶっ放してるんすけど、何か問題でも？問題だらけじゃないの。なんたって私は特撮刑事。目力だってすごいのだ。目力関係ないでしょうよ。でマリサさんマリサさん。はいはい。このゲームはやったことないんでしょう？はい現在マジで初見でプレイ中。本当に初見なんですか？ほんとマジの初見プレイ。そもそも目の前のやつが何なのか。ってなんか倒した。今回は名作と言われているガンデック。マジの初見プレイと中二病マリサさんの感想ともにお送りいたします。ってめっちゃかっこいいじゃないの。なんかさっきのボスはジャンキーだったとかなんとか。でも体がおかしかったとかっこつけて言っております。ハードボイルドだからねー。さっきボスの手からは獣のような爪が出てて。おまけに5体そうな弾まで持ってやがった。っていうイケメンすぎるセリフ。でこれはクリスっていうセクシーちゃんねー。そしてちゃんねーにコークの出所を調べろと命令。コークっていうのも久々に聞いた。そして不審者の気配。誰だ？隠れてないでご対面と行こうじゃないか。ってカッコつけるんだけど。謎の影は姿を現さないというミステリー。どこの誰なんだろうねー。でここまでがオープニングというガンテック。まだオープニングだったの？ってことで初見マリサ頑張る。 B で攻撃、セレクトで武器を選べるのか、そして A でジャンプ。なんとなく理解した。このムチみたいのがこんな感じと、で銃がこんな感じで、爆弾的なヤーツはこんな感じか。よしよし。では 100% の赤ちゃんよ。赤ちゃんだってハイハイしてるから。確かに。そして、ああ絶対これはキョンシーだ。ハードボイルドの世界にベビー 100% とキョンシー。これはなんかすごい。ってなんか落ちた。何してんのよ。いやあれは誰でも落ちるって。ってことでやり直し。またカオスな赤ちゃんとキョンシー。赤ちゃんじゃないでしょうよ。って結構吹っ飛ぶなこれ。火種するとノックバックが結構大きいようなので、落ちてさようならにならないように注意が必要みたいです。お、なんか端まで来た。ってよく見たら背景がすごい。忍者のあれともいろいろ似てるねー。巷ではそのような噂もされているようですが、あくまでお手本にしただけという噂です。でこのベビー100ハーメ。オラ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 、完全に虐待じゃないの。オラ、うら、どうだ見たか。と思ったらなんか落ちた。落とし穴多くないですか？でこのゲームについて改めて簡単に説明しますと、基本は今のようなアクション合体で、さっきのようなカーチェイスや、ガンシューティングも用意されてるという何でもありゲーとなっております。むむ、はしごからジャンプはどうやるんだ？あ、やっぱりねー。残機がなくなった。ってことでゲームオーバーではありますが、このゲームはコンティニューは無限にできますので安心安全。何が安心安全なのさ。ってなんかこの感じは嫌な予感がする。起きた。また。
これは、何なのよ。って私を舐めるなぁ。生成はいいですが、難易度はなかなかっていう噂。なかなかってどのくらい？繰り返し頑張ればいつかはクリアできるっていうレベルと聞いております。参考にならない話ですねー。で、今度はカボチャか。なんでここにカボチャがいるんよ。で、今手に入れた肉みたいなやつですが、ライフをたくさん回復できるアイテムとなっております。あ、しれっと落ちた。ちなみにだけど、右下の P のメーターが体力。コインは100枚集めると1アップというマリオ。で、これはボス戦の合図。来たか、変なやつめ。また出た変なやつ。あ、タオパイパイか。タオパイパイ？タオパイパイこんなことしてただろ？まあ確かにしてたけどさ。で、こいつの動きは大体見切ったぞ。おら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 いて。このやろ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 。もっと静かに戦えませんかねー。あっちいけあっちいけ。どうだおらこれは終始うるさそうな予感。ってことでテクモシアターマリサ。確かに似てる。なんかクリスのチャンネーが近くにいるのかと思いきや、クリスのチャンネーじゃなくてソフィアってチャンネー。何やらコークはキムロンってのが絡んでいると。でもロンは妖術を使うらしいという突然のファンタジー。いきなりファンタジーだ。ってことで投げっぱなしジャーマンのように始まるアクションステージ。だいたい操作には慣れてきましたか？まあいつもの情弱なんで分かったような分かってないような。そんな感じでやっております。大分なんでもありの世界観になってきましたね。メラを使うおっさん。そして謎の猫。こんな感じのも忍者のやつにいませんでした？ああいたようないなかったような。まあ言うても龍剣伝の方はマジでちょっとしかやったことないから、比較するにも大した比較はできないというリアル。まあ情弱に変わりはないですもんね。そうなんよ。で、初見の割には頑張ってる。そして地面に謎のビカビカは何よ。電気ですかねー。いて、あービカビカ邪魔。ってなんか結構むずいぞこれ。視聴者さんからもむずいって言われてたでしょう。そうだっけ。で、ここはどう行けばいいんよ。ジャンプで行けるんじゃ。そうかなー。じゃあ勢いでジャンプー。あ、普通に行けた。行けたじゃないの。ってマジで初見なんですねー。マジのマジよ。マジ中のマジで初見だからこの先がマジでわからん。マジマジうるさいですねー。で、この赤ちゃんね。だったとしたら虐待待ったなしでしょうよ。そしてメラのおっさんか。しゃがむ。よしよし避けた。で、この後はボス戦みたいですよ。おう。ではいざ勝負。って何よこの日は。あーなんかやばい。またケロケロ。で、戻ってきた。今度こそ。さあどうなりますかねー。いて、なんか強い。あーマジやめて。これはヤバそうな予感。3連続。ってマジなめんなよー。自業自得でしょうよ。ではイメトレマリサ。ちょっとしゃがんでみたらどうなるか実験。お、どうなるかな。ほら見ろー。いきなり偉そうだ。近くでしゃがんで攻撃すればただの変なやつ。当然名前は知らないってことですね。あ、当然のように知らんのですよ。うやてやどやおや、うるさいですねー。いて。ってことで変なやつさようなら。散々ボコボコにされてたくせに。そしてチャンネークリス。ジャンキーが持っていた銃はなんかあれだったとか。衣服についてた土は中南米のリガルドのものだったとか。相変わらずかっこいいおっさんですねー。ではでは次はリガルドでバカンス。かっこよすぎでしょうよ。ってことで次のステージが始まりました。で、レイムさんレイムさん、なんだってさ。ストーリーが入ってこなくないですか？まあ B 級映画的な雑さはあるけど、文字とか容量とかの話もあるからしょうがないんじゃないの？一つ言っておくけど、このゲームのストーリーがわかりにくいのは、私のせいではありません。じゃあ誰のせいさ。ああ、誰のせいとかはわかんないしけど、とにかく私のせいではなくて、なんか不思議な力が働いてるせいなんす。不思議な力って何よ。とにかくストーリーについては雰囲気で理解してほしいと。ああそういうこと。とにかく悪い組織を追っかけてたら、いろいろまか不思議なことが起こるやつなので、あんまり深いこと考えないように。どういう注意喚起さ。で、あなたはどこの誰ですか？
誰でしょうねでは宇宙刑事マリサで突然ガンシューティング現在めっちゃ戸惑っておりますあ初見ですもんね説明書とかも見ないでやってるんですかあ今スイッチのやつでやってるんで説明書とかそんなのないしあったとしても多分見てないしどっちにしても見ないんでしょうよまあが近所の時ってそんなもんだっただろまあ確かになんかいろいろやってたら覚えてくやつですよねなんか今も適当にズバババやってますあれ弾がなくなったじゃあ爆弾的なやつを使う全く伝わってきませんがまあこの感じはなかなか伝えるのが難しいでもなんかすごいっていうのはわかるってことで気づいたらこのステージも通過中南米か傭兵時代を思い出すなめっちゃ棒読みそしてまたいつもの投げっぱなしジャマンステージの雰囲気が変わったねーもうここは中南米かなでも中南米に何をしに来たのかはよくわかってない話が時々ぶっ飛んでますからねで川のとこに落ちたらきっとさようならのやつだなんか鳥とか飛んでるし忍者みたいなやつもぴょんぴょん飛んでるし中南米ってこういう人たちが結構いるんでしょうかまたなんか一人で妄想してるってことで言うほど見せ場がないところはちょっと早送りほんとマジで忍者っぽくなってきた感じがする確かにそれっぽいてか川で見えねえ確かに見えないでは今度こそ落ちちゃった今のはあんたのミスでしょうよ己てかちょっと敵が多いこれは完全に落としに来てるあー鳥邪魔と思ったら今度は滝かあージャンプしてけと理解理解ほいへいジャンプーほいおやーあ落ちちゃったなんなのよってことでまたゲームオーバーとなりましたが安心のコンティニューなんも安心じゃないでしょう今度こそって言ってたらここは一気に進もうとすると落ちちゃいそうだからめっちゃ慎重に進んでるなんだかんだ意外と時間かかったおやでいやーよしよし突破今度はジャングル風だねーマジで先が見えんまあ初見だしいて何よこの緑のモニョ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 って何よでここはどうやって行くんだあー芝が見えてるでしょあーなるほどてっきりさようならかと思ったってマジで鳥あっち行けまた出たあっち行け魚とかもあっち行けあっち行けって言っても無駄だってばではここと被弾してますねでこのゲームって悪の組織をなんとやらって話だったと思うんだけどあー確かにでも今相手にしてるのはやれ鳥だやれ魚だやれモニョモニョだとすでにジャングルでのサバゲーとなっております確かに人間が出てきてないで体力があと少ししかありませんがあーこれはヤバみってなんて危険な中南米中南米といえばケツァール水曜どうでしょうで知っただけじゃないのはいそうでしたそして今度はモニョモニョ軍体力に注意ですよはいもちろんまたテロリロってことで戻ってきましたでこのモニョモニョサラマンダじゃねまあ言われてみたら見たことあるっていよいよ人間が出てきたそろそろボス戦ですかねそしてボス前には大体肉があるという優しさそれは優しさだでは初見勝負何よこれ突然メタルギア、メタルギアじゃないってば。どうやって倒すんよこれ。なんか青いのが怪しい。なるほど。おや、ああなるほどなるほど。この謎のビームとミサイルを避けながら、月を見て青いのを攻撃していけってことか。もはや戦争だ。やってることはメタルギアソリッドを超えたんじゃねえかと。でまた体力がヤバいですけど。ああマジでギリギリ。ソリッドスネークマリサ。ここはマジで本気出す。本気出しても何も変わらんでしょう。とにかく本気。あと3発。おらあ、全然スネークじゃないし。でもなんとかギリギリで倒しましたね。そしてカッコつけおじさんは大層な迎えをしてくれたと。大層どころじゃないでしょうよ。そしてなんやかんや敵の本拠地的なところに来たんでしょうかね。商人の館ってとこに来たらしい。ジャングルは抜けたっぽい。で相変わらず敵からの攻撃がえぐい
これはもはやコントラ風。言うほどコントラのことも知らないでしょう？ああ知らないっす。知らないのによくそんな適当なこと言えますねー。だから風だって言ってるだろ。風ねー。であのバズーカ風には注意。いて。こら。何がこらさ。ああまた忍者。と思ったら落ちた。全然見えてない。カムバックマリサ。よくやるわー。でここからまたちょっとだけ長期戦になるから倍速も交えながら進みましょう。あ、じゃあこの辺で。またパチカスあるあるの予感。パチカスに電話をすると大体はすぐ電話に出ないで、ちょっとしてから折り返し電話がかかってくる。それはあんたじゃないの。あ、それからなんだってさ。折り返し電話がかかってきた時はパチ屋の騒音がガーってめっちゃ聞こえてて、明らかにパチ屋にいたことがバレバレというパチカス。だからそれはあんたでしょうよ。そうでした。そんなスーパーパチカス時代のゴミゴミマリサでした。って言ってたらボス戦予告。なんだまたこの変なやつは。また初見のやつだ。ではちょっと様子見ながらゴリ押し。様子見ながらゴリ押しって何よ。ああなるほど、敵の弾は無知で壊せるのか。いて。おやおやおや、体力がピンチですよ。ああまたヤバみ。あと一撃。でこっちみんな、あっち行け。あもう。だから自業自得なんだって。さっきはゴリ押しの思い切りが悪かった。ゴリ押しの思い切りって何さ。本物のゴリ押しを見せてやる。また偉そうに。おら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 。完全に勢いだけ。では、この野郎この野郎。やっぱり終始うるさい。やってやりました。ってことでおっさんに声をかけるおっさん。そのおっさんって誰さ。リースタイっていう戦争の英雄らしいんだけど、スネーク風のかっこよさげなセリフを吐いた途端ってなって、なんか変な組織が出てきて、なんか早く相棒を助けに行けって言ってきて、そしておっさんさようなら。ああ悲しい。絶対思ってない。そして謎のサミー製メイン基盤。またスロカスの香りが。ってことで次のアクションステージが始まりました。今回は列車の上を進むという超絶な危険行為。だからマジで鳥あっち行け。鳥の妨害がひどい。鳥は邪魔だし、バズーカみたいなやつを撃ってくるやからはいるし、そしてみんな空気抵抗無視でいろいろ動いてるし。でも背景の動きとかはそれっぽいんじゃないの。ああ確かにそうかも。テクノシアターの感じが出てますよねー。まあ突っ込みどころはいろいろあるけども、なんだかんだで今んとこは結構楽しいゲーム。結局楽しんでるんじゃないの。お？なんかまたメガテンっぽい BGM。 全然詳しくないくせして、そのメガテン脳なんなのよ。おお、なんかここは嫌な予感。あ、やっぱり落ちた。そしてまた戻ってきた。今度こそジャンプー。いて。でネズミ邪魔。だから自業自得。あ、これも自業自得。自業自得。そう。訂正はいいですが、もはや真の敵は組織なのか動物なのかわからない。マジでそれよ。動物の森あっち行け。それは別のゲームだってば。ってことでまたボス戦予告。また一段と変なやつ。ピラフマシーンみたいな変なやつ。確かにちょっと似てる。ってふざけてますが、またこれはちょっとピンチの予感。会いたい。あー。ってことであと1メモリ。ああ、だからそのあーさ。は？何してんのよ。見たまんまですよ。むずくてアホほどさようならになりました。ってことで何度繰り返したかもはやわからないやつ。このピラフマシーンね、似てるだけだってば。やっとわかったぞお前の弱点が。本当にですか？まあ弱点と言いますか、なんと言いますか、それっぽく言ってみただけで弱点が分かったわけではないと。なんかこうやってヒット&アウェイでなんとかなりそう。やっぱりそれっぽいだけだった。マジで汚れが溜まった。それも自業自得。ってことでまどまりの恨み。汚れがひどい。ってことでフルボッコにされましたが、なんとかクリア。なんだ、何に銃を向けてんだおっさんは。でクリスって人が捕まってたんだねー。あーあのちゃんねーか。と思ったらまた投げっぱなしジャーマンでスタート。ストーリーがどんどんわけわからんくなってきた。確かにちょっといろいろぶっ飛んできた感じはある。
確か最初はジャンキーがなんとかって言ってましたよね。ああそうでしたなぁ。でも今はなんかさっきはジャングルをうろついてたし、おまけにクリスのチャンネルは知らん間にさらわれてるし、今は何のためにここをうろついてるのかわからんというミステリー。ああなるほど。でも確かにそういうことあるよなぁ。何一人で納得してるのさ。ああ例えばですよ霊夢さん、なんかくだらん話の予感。ちょっとガソリンでも入れに行くかなぁ。って車で出かけた時とかさ、うん、なんかお、ちょっと寄ってくかってなって、あ、負けちゃったってなった。何の話してんのさ。いやガソリンを入れに行ったはずが、目的を忘れて結局パチで負けただけって話。その個人的エピソードなんなのよ。っていうのとこのゲームのストーリーの感じが同じだと。ああそういうこと、全然違うってば。って言ってたら体力がピンチですけど。ああそのあーは何なのさ。ってゲームオーバーですか。まだまだ。おっとこれはマリサチャンス継続。マリサチャンス継続って何よ。いやちょっとそれっぽく言ってみただけなんで。ああ金太郎のやつですね。わかりますわかります。完全に脳がやられてるじゃないの。自覚してます。それはあっさり認めた。って言ってたらそろそろボス戦。マジか。ではいざ尋常に。出たかピッコロね。全然似てないってば。色の雰囲気だけじゃないですか。で今回は動きのパターンを見せてもらえたから余裕のゴリ押しでいけそうな予感。結局ゴリ押しなんじゃないの。おら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 、いて、こら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 、うるさいなぁ。ではピッコロよ、とどめアホにしか見えない。なんとでも言いたまえ。開き直った。ってことでボスを倒したハートのおっさんですが、ここでおっさんに声をかけるチャンネル。何やらクリストソフィアとおっさん、ちょっと男と女の事情がありそうな雰囲気。確かにそんな雰囲気はある。ってことでバイオテクノロジー社ってところにクリスがいるとかなんとか。はいはいわかりましたよ。またやってる。んちきうるさいですね。んちきよ、うむさんでしゃばりなもんで。全部あんたの采配でしょうよ。そうでした。ってなんかタイヤみたいのを投げてくる変なやつじゃま。本当にタイヤですか。まあ伝わればよし。いて、でまた体力がなくなってきましたよ。このタイヤめ。だからそのピロリロさ。もう怒った。また中二病風のセリフ。このボンバー攻撃を食らえ。よしよし。どっか行け。セリフがダサい。お前もどっか行け。どうだ見たかハードボイルドの力。ハードボイルドが台無し。ってこのめっちゃ速い動物はマジで何よ。何を相手にしてるのかわからなくなってきましたね。タイヤ男に超速い動物、そしてジャングルの動物にメタルギアみたいな兵器。これはもはや何でもありのやつだ。背景にはなんかフリーザ編の回復装置みたいのもありますよね。なんか怪しげ。まあ言うても今の情弱マリサにはそんなことを気にしている余裕はないのだ。とにかく進むことに必死なわけですね。そうそうそういうこと。ってなんかアコミタクダメージを受けてますが。ああ確かにそうなんすけど、肉の出現で全部解決。あ、今度は人間みたいのが培養されてる。何やら意味ありげな感じはするけど、やっぱりそれどころではないという。圧倒的初見マリサ。それよりもこのメデューサみたいなやつじゃま。そしてサラマンダのステージみたいなモニョモニョよ。モニョモニョねえ。ほいって、いやあ、おや、よしよし。そしてこのハイハイめ。って落とされた。でも懲りずにやり直し。懲りないねえ。ってしかししかし、そう何度もやられるマリサ様ではないのだ。散々やられまくってきたくせに。ってくらえ爆弾攻撃。ほい。どうだ見たかボンバーマリサ。また偉そうに。おや、お意外と銃は使える感じがする。射程距離が短いってのがちょっとあれなんですが。銃なのに射程距離が短いっておかしいだろ。まあそういう設定ですからね。で今度は大猿か。マジこっちみんな。あっち行け、どっか行け。で結局逃げた。そしてボス予告か。あーまた一段と変なやつ。確かに変なやつだけど、まずはこいつのパターン解析。なるほど、スライムをぶん投げて移動と。そしてイオラか。イオラじゃないってば。ってことでまた再戦。
さあマリサ選手、今度は16カッチのゴリ押しに挑戦するようです。くらい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 、うるさいですね。このタイラントめ、バイオハザードじゃないってば。ロケットランチャーくらい、単なる銃でしょうよ。一瞬焦ったけど2回目で倒せた。で今倒した変な奴は実はクリスだったというホラー。はい、おっさんもびっくり。まさかクリスのチャンネルがタイラントだったとは。なんてひどいことをしてしまった的なことを言ってますが、さすがに気づきようがないと思いますけどね。そして謎にチャンネルはおっさんに愛の告白、そして悲しいことにさようなら。クリース。なんであんたが叫んでんのさ。そしてチャンネルが言っていた BEDA ってとこに行くようですね。そして回復カプセル的な中にはおっさんそっくりのヤースがいたそうな。クローン的な話まで発展してきたのかな。ってことでまた突然カーチェイスステージ。あーバシャバシャうるさいヤース。そして道端には異常にゴミも多いヤース。もうちょっと掃除しといてもらえませんかねー。文句が多いなー。って何が飛んできてんだこれ。もはや何なのかわからないですねー。ってことでちょっと進みまして、ボス戦になったんすけど、なんかさようならになりまして、地味なさようならのやつだ。そしてこうなってこうなってで戻ってきた。雑なんだってば。ってなんだかんだでうだうだして長期戦になって、敵の動きのパターンがわかりにくかったですね。でもスーパーウルトラグレートデリシャスワンダフルマリサ。おっとここでロッキーくんだ。またパフった。ギリギリでしょ。結局ギリギリじゃないの。バシャバシャうるさいけど勝った。バシャバシャねえ。でまだバシャバシャ言ってる。雷の音でしょう。そしておっさんはチャンネルクリスの仇を取るような雰囲気。で突然どっかの敵のおっさんが出てきた様子。なんかさっきも見た感じ。あ、やっぱり。ってことでまたガンシューティングステージ。じゃあちょっと空き時間ができたので、またおっさんホイホイの予感。で次に出す画像で反応したらおっさん確定です。新しいパターンだ。ジェイキッテリー代表のこれ。ジェイキッテリー、これ。ねるねるねるねじゃないの。はい、反応した人おっさん確定。なんなのよ。ってふざけていたら実はここがラストステージのヤーツ。狼曲のヤーツだ。そうなの。突然メガテンのボスっぽい感じになるんよ。あー確かにそんな雰囲気はあるかもですね。まあそれも全て個人的感想。あ、ここよここ。まあわからんでもないけども。それよりもマリサさん、マリサさん。なんすか。言うてもここのステージはむずいヤーツでしょう。だからそのリズムさ。なんだかんだここで約2時間はうろうろしたでしょうか。そんなにですか。ほんとマジでよ。ちょっと進んではさようなら。ボス戦になっては秒でさようなら。アホほど繰り返した結果の今、またいつもの愚か行為と。さようならシーンを全部お送りしてたら尺もやべえことになるってことですね。ああそういうこと。なのでチャンリンシャンマリサ。チャンリンシャンの要素ゼロでしょうよ。ちょっと言いたかったんでしょうね。まあとにかくだ。このラストステージはマジで結構難かった。結構間抜けな動きにも見えますが、まあ間抜けムーブは否めないんだけど、もともとが情弱なんだからしょうがないと。そうそうそういうことよ。私にテクを求めてはならんです。出たいつもの情弱宣言。でいよいよラストフロア。神 BGM とともにお送りしておりますサミーさんのガンテック。やけにサミーオースじゃないの。そりゃそうですよ。ほんとアホほどお世話になりましたからなぁ。だからそのスロカスさ。そしてここからマジでアホほどさようならになった場所。そうなの。マジでブチギレそうになった。やめればよかったのに。勝つまでやめねえ。ってなった。ってなったじゃないってば。ってことで起きたらさようならのやつ。当たってもめげずに。ジャンプー。そしてここで奇跡の肉ゲット。オラ、オラ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 。何興奮してんのさ。ではテクモシアター行きます。ここまで来るのに随分と手間取ったなと言われるハートのおっさん。結局ラスボスは何者なんですか。何やら世の中の欲望を満たしているとかなんとかって、わけのわからんことを言ってる。答えになってない。そしてラスボスはハートのおっさんのことを知ってるような口ぶり。そしていよいよ来ました。ラスボスの正体がやっと明らかに。
ラスボスはおっさんでした。おっさんって何よ。何やらクローンがどうのこうのって話みたいですが、もはやストーリーが変わりすぎていて何が何だかわからないというやつ。とにかくこのクローンのおっさんを倒すのが定めのようなので、静寂マリサ、いよいよ海王剣使う。だからそのセリフが中二病なんだってば。上等だ。じゃあ価格合意。また意味不明に強気。ギリよけ、おやおや。ギリよけ、おやおや。ギリよけ、おやおや。何がおやおやだってさ。これが意外とむずいんよほんと。簡単そうに見えるんですけどね。ってことでこのクローン目。じゃあと、おらーってまだでしょう。そうでした。いよいよクローンのおっさんが本気出してくるらしいので、ちょっと屋上に上がれというヤンキー的なセリフ。よしかかってきたまえ。あ、すげえ変なやつになった。変なやつねー。でここでしゃがんで攻撃、避けて攻撃、いてて足に当たった。しゃがむ、攻撃、避ける、攻撃って感じで、あとは頑張る。ここまでなるのにも結構苦労したんですよねー。あーほんとマジでよ。ってでだろう、自業自得。しゃがむ、頭が弱点の変なやつ。よしよしこの調子。華麗にしゃがんで回避。うや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 。いよいよ来たぞこの時が。独り言が多いですねー。ってハードボイルドの恨み。どんだけ負けたのさ。ってことでじゃないってば。何やらストーリーはごちゃごちゃなってきたけど、終わってみたらなかなか完成度の高いゲームでした。忖度じゃなくてですか？アホ言うな霊夢よ。誰がアホだってさ。いくらスマスロの北斗の剣を打ってみたいからといって、ここで忖度するわけないだろ。だからその時かす精神なんとかしなさいよ。ってことでお送りしてきましたサミーさんのガンテック。忍者龍剣伝を匂わせる感じもありますが、見ているだけで別ゲーだと考えると意外と面白いやつなので、スイッチを持っている方はぜひやってみてくださいませ。ってマリサさん、はいはいなんでしょうか。この話はこれで完結なんですか？いやーそれがなんかねー。ほらほら、また後ろ向いた。なんか続編がありそうな気配があるけど、この静寂が知っている限りでは多分これで完結。ってことで、いろんなパチカスあるあるネタ、おっさんホイホイのネタ、これぞというものがありましたらぜひぜひコメント欄で教えてくださいませ。またパチカスあるあるで溢れるじゃないの。でここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。ではまたお会いしましょう。というわけで激アツ BGM のガンテックでございました。マリサさんはパンチアウトの調子はどうですか？マジで大損なんなんよ。諦めたらいいじゃないの。やだ、出たわがまま。最後まで見てくれてありがとうなんだぜ。まだまだ動画をアップしますので、チャンネル登録してもらえると心の底から喜びます。レトロゲームは夢がありますからね。それじゃあまたねー。